高畑淳子の長男、俳優の高畑裕太が強姦致傷容疑で逮捕、欲望を抑えられなかった。女優高畑淳子61の長男で俳優高畑裕太容疑者22が2016年8月23日前橋市内のビジネスホテルの客室で40代のホテル従業員女性に乱暴するなどしたとして強姦致傷容疑で群馬県警前橋署に逮捕された。高畑容疑者はホテル従業員女性の手足を押さえつけるなど性的暴行を加え打撲などの怪我を負わせた疑い。調べに対し高畑容疑者は女性を見て欲望を抑えられなかった、やったことは認めるが計画していたわけではないと供述しているという。高畑容疑者は昨年放送された NHK 連続テレビ小説まれなどに出演、日本テレビ系24時間テレビ39愛は地球を救うのパーソナリティを務めることが決まっていた。